今日6月18日ということで、昨日の夜9時、こちらのね、新型の M2 の MacBook Pro っていうのが予約開始されたんですけども、ちょっといろいろ起きたのでね、そちらを紹介しながら、今後のね、M2 MacBook Air の予約争奪戦はどうなっていくのかっていう話をしていきたいと思います。やっていきましょう。昨日予約開始したのがこちらのね M2 の MacBook Pro 2種類なんですけども、今納期はどうなってるのかっていうのを見ていきましょう。スペースグレーとシルバーあるので両方見ていきます。まずはスペースグレーの上位モデルと下位モデル、配送の場合は金曜日2022年6月24日両方とも24日です。なんとね、当日在庫まだまだあります。全然人気ない。で、そしてシルバーも見ていきましょう。もしかしたらシルバーの方が人気あるのかも。6月24日、全然人気ない。カスタムしてないモデルに関しては在庫っていうのまだまだあります。まあやっぱでもこうなるよね。じゃあカスタムしたのもね、ちょっと見ていきましょう。上のモデルからカスタムの方をしていきます。13インチの MacBook Pro スペースグレー、まあスペースグレーもね、シルバーも多分変わんないと思います。まずはミドルスペックの方でちょっとやっていきましょう。メモリーはまあ 16GB あればいいかなみたいな感じで 16GB 選びます。 16GB 選ぶと7月1日から7月5日になります。1週間遅れぐらいですね。まあ多分ね、 16GB とかカスタムすると海外からの発送になると思うので、それで1週間遅れるのかなと思います。で、ストレージもまあ真ん中の 1TB あればいいかなっていう感じにすると7月1日ですね。で、 US キーボード選ぶと7月1日、まあなのでカスタムした場合っていうのは7月1日になると。ただこれね、 16GB を選んでるからで 24GB とかを選ぶと全然違う感じになります。ストレージとかはどれ選んでも全然変わんないですね。キーボードも変わんない。肝心なこれメモリ 24GB にしてみます。いきます、ポチッ。はい、なんとね、本日のご注文2022年7月30日から2022年8月6日ということで1ヶ月半待つ羽目になります。めちゃめちゃ長い。これやばいね。で、 24GB で他のストレージオプションとか選んでも変わんないですね。じゃ、下のモデルもちょっと見ていきますか。下のモデルでメモリ 24GB、 そうするとやっぱり7月30日から8月6日、 24GB モデルだけ今回ね、納期が遅くなってます。で、もっとやばかったのが昨日のね夜、これの予約生放送っていうのをやったんですけども、最初にね、購入できたのが下位モデルと上位モデルの未カスタムモデルと、あとはこれ上位モデルのアルティメットモデル、メモリ 24GB でストレージ 1TB、 このモデルしかね購入できなくて、なんかめっちゃバグってましたね。で、結構ね、1時間半ぐらい生放送やってたんですけども、ずっとバグってたので、次の M2 MacBook Air 予約するときも、ちょっとなんか変な感じになりそう。で、24GB1TB のアルティメットモデル。で、JIS キーボードの場合は、7月27から8月3ということで、さっきよりちょっとだけ早くなります。で、これ US にすると7月30になると。なので、アルティメットモデルとか買う方に関しては、やっぱりね、Apple Store に発売日当日に行けば、当日ゲットできるのかなとは思ってます。まあ、ただこれを見るに M2 の MacBook Pro っていうのは全然人気ないですね。やっぱりみんな Air 待ち。まあでもそうよね、価格もほぼ一緒で、 GPU に関しては8コアモデルにすれば Pro よりね Air の方が 14,000 円安くて、でそれでいてウェブカメラ 1080p、 スピーカーは倍の4スピーカーで新しいデザインとかね、まあそうなったらね、絶対 Air 買うよね。という感じで今回の M2 の MacBook Pro は売れてませんと。で、この M2 の MacBook Pro に関しては今回ね、僕も買ってないんですけども、実際にね、発売日当日に Apple Store に行ってちょっといじくって感想の方をね、動画で出したいと思ってます。で、その昨日の予約なんですけども、サイト自体はねそんなに重くなったりはしてなかったんですけど、やっぱカスタムのところでねバグが出てました。で、バグが出てたといえば M1 の iMac の時もなんかカスタムして注文しようとするとカートに入らないみたいな不具合あったので、あとは初期在庫っていうのも結構早くなくなっちゃうと思うので、 M2 Air に関しては当日欲しいとか早めに欲しいっていう人はいつ予約開始になるか分かんないんですけども、予約開始日のね夜9時から2時間ぐらいっていうのはね、時間取っておいた方がいいかなと思います。30分とかで予約終わるから、その後予定入れようとかにすると、もしかしたらね、サイトの不具合とかで予約できないなんていうこと起こるかなと思います。で、あとは M2 MacBook Air とかもね、アルティメットモデルとあとは下位モデル、上位モデルっていうのは、まあ、Apple Store にね当日在庫っていうのもあるので、それで買うのも全然ありだと思います。 US キーボードはね、あるのかないのかはちょっとわかんないね。昔はあったけど、もしかしたら今はないかも。なんかコロナ後になってカスタムモデルとかもあんまり店頭に売らなくなったような気がします。特にね、シルバー、なんかスペースグレーのカスタムしたモデルはあるんだけど、シルバーはないですみたいな感じで前言われましたね、アップルストアに行った時。まあ、今回はどれなんだろうな。まあ、ミッドナイトはなんかありそうだな、これ一番最初になってるし。ミッドナイトのカスタムモデルはあるけど、スターライトはないですよとか、そういったことも起きるかもしれないので、まあネットでね、とりあえず注文しておいて、当日来なかったらアップルストアで買う、でネットをキャンセルっていう、それがね一番確実かなと思います。で、在庫っていうのもね、やっぱ半導
体不足とかそういうのもあるので、結構ねすぐなくなっちゃうんじゃないのかなとは思ってます。特にねプロは売れなかったのでエアーに殺到するんじゃないかなと思います。ただもしかしたらこの円安で結構高くなってるので、みんなね買わないでステイしようかなって思ってる人もいるので、まあ余裕に買えるかもしれない。まあ個人的にはね、結構争奪戦になるんじゃないかなと思います。特に人気カラーミッドナイトは絶対人気だと思います。ミッドナイト、スターライトっていうのは早めになくなると思うので、この2つはね早めに予約しといた方がいいかなと思います。まあ M1 チップのね MacBook の時も納期2ヶ月待ちとかそんな感じになったりしてたので、レビューが出た後かな。なのでちょっと欲しいかもって思ってる人は一旦ね Apple Store で買って、2週間以内でね気に入らなかったら返品もできるので、とりあえずね買っておいた方がいいのかなと思います。ちなみに僕が買うカスタムとしては上位モデルからのカスタム、色はスターライトです。上位モデルからメモリはね今回24GB にカスタムします。ただ 24GB になるとさっき納期めちゃめちゃ遅くなってたから、これ当日ゲットできないかなってなると、やっぱり Apple Store で、直接行って買うっていうことになりそうで、ストレージはね、まあ、2TB はいらないので 1TB にします。今 512GB 使ってるんですけども、編集してない動画とか溜まってくるとちょっときついなって思うので、今回は余裕を見て 1TB にしたいと思います。で USB アダプターに関してはデュアル USB-C ポート、これ結構便利そうなのでこっち買おうと思います。でキーボードは US キーボード、そう僕ね US キーボードを買うので、 US キーボードで買うので、これ当日に多分ネットだと届かないんですよね。まあカスタムもそうだけど、なのでまあ一応これでネットで予約しといて、発売日当日に Apple Store 行って買えたらネット注文キャンセル、買えなかったらネット注文で待とうかなと、そんな感じになるかなと思います。ちなみにこれで合計金額は292,800円。まあねエアーの価格じゃないだろうって言われること多いんですけども、まあ、スペックもねこれエアーのスペックじゃなくて MacBook Pro 並みのスペックあるので、まあ、この価格でも妥当なんじゃないかなと思います。まあ、M1 Pro の MacBook Pro を売ってこっちにね乗り換える予定です。この M2 チップにねメディアエンジンも乗ってるし、で8コア CPU で10コア GPU で、この8コア CPU っていうのもシングルコアがね M1 Pro とかよりも高いので、もしかしたらね快適になる可能性もあるし、ちょっとその辺もね今後検証の方をしていきたいと思ってます。ちなみに今持ってる MacBook に関しては M1 のメモリ 16GB の M1 MacBook Air と M1 Pro の8コア CPU 14コア GPU、 まあ一番下の吊るしのやつですねのメモリ 16GB 持ってるので、その2つとねこの M2 の MacBook Air 比較しようと思ってます。発売日当日とかねできれば検証動画とか上げたいと思ってるので、あとあれだ、M2 MacBook Pro 発売した時にね店舗で触ってそれのね感想とかも動画化しますので、それが気になる方はぜひチャンネル登録、ベルマークボタン、あと高評価ボタンもお願いします。以上、 M2 の MacBook Pro は全然人気ないよ、 M2 の MacBook Air は人気殺到して人気なカラーはすぐ売り切れちゃうよとか、あとはサイトの不具合で買うのに時間かかることもあるかもしれないので、2時間ぐらいは余裕を持っておいた方がいいですよっていう話でした。バイバイ。